Кадры.準備万端だ。アドル、これじゃ、おっ始めると塩ぜ。ああ、ロンバルディア号が沈んでからここまで長いように短かったな。ようやく決着をつけることができそうだぜ。アドル、ドギ、流行る気持ちは分かりますが、最後に作戦を確認しましょう。そうだな、念のために段取りをおさらいしておくぜ。アドル、お前さんたちは作戦開始後オケアノスの住処へ移動して待機。文献によると海中にいるオケアノスは一定間隔で海上に姿を現すようじゃ。わしらは頃合いを見て海上に現れた奴に装甲撃を始める。ある程度傷を負ったら奴は住処へ退散していくはずじゃ。 そして住処に戻ってきた奴を俺たちで仕留めるというわけか。<笑>作戦といっても確かに単純なもんだな。リコッタも頑張る。オキアヌスは陸に上がれないとはいえ、何が起こるか分かりません。決して油断をしないでください。そうですね、皆さんに危険が及ばなければいいのですが。 多少の危険は覚悟の上だ。これまでしんどい役目はお前たちに任せきりだったからな。せめてこれくらいのことは務めさせてください。おいおい、リヒト先生、足が子羊のように震えてるぜ。これは武者震いです。<笑>アドル、鳥は頼んだわよ。 あなたなら大丈夫だと思うけど、無事に帰ってくるのよ。よし、それじゃあそろそろ始めるとしようぜ。アドル、ここはやっぱりお前さんが号令をかけてくれや。 船長の弔い合戦だ。力を貸してくれ。よし、作戦開始じゃ。アドル、お前さんたちはすぐに奴の住処へ向かってくれ。 アドルたちが住処に到着している頃だな。ええ、そのはずです。次に奴が浮上した時が決戦開始の合図ってことだ。みんな準備はいいか。 よし、攻撃開始じゃ！ このまま攻撃を続けるぜ！
して断末魔の叫びか。いや、残念ながら違うみたいだぜ。古代種どもか。奴が呼び上がったのか。どうするのよ。みんなこのままオキアノスに攻撃を続けてくれ。上等じゃねえか。ほら、こっちの方が得意なんだぜ。おい、古代種ども、この道義様が相手になってやる。わしも付け土地しようじゃないか。消えたわ。いや、海中に潜ったんだ。傷ついて住処へ逃げ帰るんだが、これでいい。アダム、あとは頼んだぞ。おい、見ろ。囲まれてますよ。やれやれ、そう簡単に楽はさせてくれんか。古代種どもを撃破する。みんな武器を持ってくれ。この気配、ハドルに来るぞ。あまり客を待たせるのは感心しないな。これが長年にわたって多くの船を沈めてきた犯人。こうして全身を見るのは初めてですが、思っていた以上に巨大ですね。だが今回ばかりはおじけづいてもいられねえ。島から脱出するにはこいつを何とかするしかないしな。海の男としてロンバルティアの仇、ここで取らせてもらうぜ。アドルさん、追い詰めたけど水中ではまだまだ向こうが有利のはず。周囲の水流をうまく使って戦おう。さすがに一筋縄ではいかんか。
だが、わしらの希望はこの先にしかない。ええ、参りましょう。私たちの全力を持って。いい調査だ。何かする。
リコッタたち勝利？海から圧倒的な気配が消えた。間違いないみたいだね。ようやく任務完了か。うわ、ついにやったぜ。うわどうだ、見たか。船長殿も見ててくれたか。ハドル、やりましたね。これでこの島からやっと。すみません、つい。失礼いたしました。さあ、アドル、皆さん、ドギたちが待っているはずです。地上へ戻りましょう。
アドルさん。やだな、いつからそこに。本当にそのおめでとう。よかったね、島を出られることになって。聞いてくれ、ありがとうアドルさん。でもみんなのためにもアドルさんは島を出ることに集中してほしいな。確かに記憶は取り戻したいよ。なぜ私はこの時代にこうして生きているのか、その後エタニア王国はどうなっちゃったのか。だけどごめんね、いろいろと気を使わせちゃって。お二人さん、こんなとこで何やってんだ。日の光が、なんだろう、お日様の中に。
わかりました。王国上空に障壁を展開できるよう手配します。早急に国中の理術師たちを王都に招集して協議いたしましょう。サライ女王、オルガさん、あの山火事の一件を思い出しませんか？思えばいつもこうして3人で困難を乗り越えてきましたね。今回もきっとうまくいくはずです。何よりも私とダーナさんが何も決めずに座したままというわけには参りません。わかりました。それにしても毎度ながら大それたことばかり、よくも次々と思いつくものだ。さあ、ことは一刻を争います。大使の寺院も協力してください。まずは市民たちを避難させるためにあらゆる手段を尽くしましょう。いよいよですね。予定通り障壁を展開してください。了解しました。各柱の技術士たちに通達して障壁の展開を開始しろ。
これは霧みたいだけど、すごい量。一体どこから？オルガちゃん？何も見えないし聞こえない。何が起きたのかな？